5号艇大島和也選手にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ここまで戦われてきての船足いかがでしょうか。あんまり良くないですね、はい、特にどこが気になるとかはありますか。まあ出足も伸びもなんかしっくりきてない感じですね、はい、前半レースはキャビって押していなかったと話されていましたが、準優勝戦行かれてみてはいかがでしたか。まあ、ペラ調整してあのレース監督君行ったんですけど、なんかパッとしなかったんで、本番前にもう一回叩いて行ったんですけど、よくはないですね。明日の調整作業としてはどのような調整を考えられていますか。まあ時間があるんで、まあ調整しながらゆっくり考えながらやっていきたいと思います。明日5号艇での登場となりますが、進入含めどう考えていますか。まあ進入はいつも通り、はい、今節スタートの見え方はいかがでしょうか。まあ分からないなりにもまあいけてるんで、スタートはあまり心配してないんですけどね、はい、それでは最後となりますが、ファンの皆様に一言お願いします。もう一回調整し直して優勝できるように、精一杯頑張ります。ご声援お願いします。